2024年1月19日、イギリス海軍が研究開発を進めている高出力長距離指向性レーザー兵器、ドラゴンファイアーの実験において、飛行中のドローンを撃墜することに成功したことを発表したよ。その発表によると、発射実験はイギリススコットランドの大西洋側のヘブリディーズ諸島にあるイギリス国防省の演習場で行われたとされていて、画像には地上から赤いレーザーと見られる閃光がおよそ45度の角度で上空に伸びていて、その先端で何らかの爆発が起きている様子が撮影されていたぜ。今回はそんなイギリスのレーザー兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドラゴンファイアはイギリスのレオナルド UK によって開発が行われていて、同社はレーザーターゲティングシステム、レーザー目標指示装置などの高エネルギーの軍用レーザーの国際市場の約 60% を占めており、同社が開発を進めているドラゴンファイアは目標をピンポイントに捉える精度が高いとされ、照射されるレーザーの出力は最大で 50kW というよ。イギリス国防省では2022年11月20日にイギリス南部のポートダウンにある同省の国防科学技術研究所において、10月28日にイギリスで初めて高出力長距離レーザー指向エネルギー兵器 LDEW の発射実験を実施したことを明らかにし、その実験において 2.1 マイル約 3.38km 以内の距離から、航空機やミサイルの迎撃を想定した様々な金属材料で構成されたドローンなどの空中にあるターゲットに対し、ドラゴンファイアによって高出力レーザービームを照射したんだ。その結果ドローンは炎上し、様々な素材で構成された装甲を融解させることに成功して、ドラゴンファイアが航空機やミサイル、砲弾などの迎撃に有効であることを証明したとして、さらに注目すべきこととして、これまではレーザーの威力が減衰するとされていた。雨天においても大幅な減衰は確認されず、迎撃に成功したとしているね。この実験成功の結果を受けて、国防科学技術研究所テクニカルパートナーのベン・マディソン氏は、今回の実験は、レーザー兵器の性能を表すものであり、その結果はイギリスが指向性レーザーエネルギー兵器システムに関連する技術において世界をリードする能力を持っていることを示したとした上で、レーザー兵器は、イギリス軍が受ける様々な脅威から兵士を守るための新しい戦力になる可能性がありと述べたぜ。イギリス国防省はこのレーザー兵器の開発においてこれまでに、約10年間に及ぶ年月と、約1億ポンド約190億円の予算を注ぎ込んできたが、今回の成功をもとに実用化に成功すれば、レーザー照射1回についてのコストが約10ポンド約1900円というローコストであるとして、これまでの火薬を使用する銃弾や砲弾などと比べてはるかにコストダウンにつながるとの期待が広がっているな。イギリス海軍ではドラゴンファイアの開発がこのまま順調に進捗すれば、現在1番艦のグラスゴーが偽装工事中の23型フリゲートや次に計画している31型フリゲートに搭載を予定しており、また陸軍においても、装輪装甲車ウルフハウンドに対ドローン用兵器として搭載される予定であるとされているよ。その一方でアメリカにおいても高出力長距離指向性レーザー兵器は、依然戦術高エネルギーレーザーとして、イスラエルとの共同開発が1996年から進められたことがあったが、2005年に装置が大型すぎることに対して小型化ができず、コストがかかる割に実戦での効果が期待できないことを理由に開発が中止されていたぜ。しかし、アメリカのレイセオン社では開発が続けられていて、2010年7月19日にイギリスのファーンボローで開催された国際航空ショーにおいて、軍艦上に設置された同社のレーザー兵器が、目標を追尾するレーダーシステムと連動して誘導されながら、約 3.2 キロ先を時速480キロで飛行する標的としてのドローン4機を出力32キロワットの高エネルギーレーザーによって、破壊されるというデモンストレーションが実施され、これらのドローンは数秒で焼き払われたらしい。このレイセオン社のレーザー兵器はレーザー設備6機からなり、強力な高エネルギーレーザービームを合成させることで、威力を高めているとされ、アメリカ海軍の艦艇に搭載されている艦艇用近接防御火器システム CIWS ファランクスと連携しつつ、
ファランクスのレーダーシステムを利用して照準を定め、ドローン以外にも小型艦船への攻撃に、迫撃砲弾やロケット弾などへの迎撃にも使用可能としているよ。2018年には、小型のオフロードビークルにレイセオン社の小型レーザーが搭載され、そのままドローンを撃墜できるとされるレーザー兵器システムが公開されていて、このシステムでは高エネルギーレーザー HEL と赤外線センサーや、マルチスペクトルターゲティングシステムなどが一つのパッケージとして提供されているみたい。ピックアップトラック上で回転可能なレーザー砲は360度全方向を狙える上、フル充電で20から30回のレーザー攻撃が可能であるとされているほか、発電機を接続すれば回数制限なく連続発射することが可能であるというんだ。また2022年の秋にレイセオンはアメリカ空軍用のレーザー兵器の実験を、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場において実施したぜ。これは、アメリカ空軍初となるパレット式高出力レーザー兵器の連続発射実験で4日間にわたり実施され、この間現地では砂嵐が吹き荒れ、気温が摂氏約40度にまで上昇する過酷な気象状況の中で昼夜を通して行われたが、この実験において長距離、短距離問わずに攻撃を仕掛けてきた目標ドローンをすべて捕捉し、照準を合わせて追尾しつつ撃墜するという一連の実射実験に成功したらしい。そして、レイセオンでは2023年6月12日、パレット式レーザー兵器の、第4弾 H4 と呼ばれるシステムをアメリカ空軍に納入したとして発表しているな。この H4 レーザー兵器は、高出力レーザーモジュールビームディレクターにもなる長距離電子光学赤外線 EOIR、センサー熱線制御システム内部電源ターゲティングソフトウェアなどが全て一つにまとめられていて、ピックアップトラックの荷台に収まるほどコンパクトであることが特徴とされ、その操作はノートパソコンと、ゲーム用コントローラーで行うことができ、すでに展開されている各種の防空式統制システムに簡単に組み込むことができるため、多層防衛の一部として即座に活用することが可能であるとレイセオンは主張しているみたい。このレーザー兵器は、どの用場所においても簡単に移動して据え付けが可能とされる、スタンドアローン型と呼ばれているタイプであり、なおかつ出力 10kW級とされ消費電力が少なく済むとのことで、このレベルの出力のスタンドアローン型レーザー兵器はアメリカ空軍にとっては初めての導入であり、アメリカ軍の防空システムにおいては今後より一層レーザー兵器の導入が本格化すると見られているね。また、イギリス海軍がドラゴンファイアの開発を進めているのと同様に、アメリカ海軍においても、ANSE-93 レーザー兵器システムと呼ばれる指向性エネルギー兵器の開発を進めているぜ。ANSE-93 は別名で XN-1 ロー S とも呼ばれていて、海軍艦艇をイランなどが使用している小型のボートのほか、飛行ドローンに水上ドローンなどからの攻撃を防御するために開発が進められていて、高出力ではターゲットの破壊が可能で、低出力であればターゲットのセンサー温度を上昇させたり破損させたりして行動不能にすることができ、射撃時間は数秒で済むらしい。XN-1 ロー S は2014年にペルシア湾に展開するアメリカ海軍のトレントン級ドック型輸送揚陸艦、ポンスに搭載され、実射実験に成功したことが伝えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月22日、海上自衛隊は現在偽装工事が進められ、この3月に収益が予定されている最上潟護衛艦6番艦の阿賀野のロゴマークが決定されて発表されたよ。阿賀野のロゴマークは2022年6月1日から30日の期間に一般公募され、その候補の中から阿賀野偽装員による選考をもとに偽装委員長が最終決定したもので、全体がブルー系統の配色でまとめられていて、阿賀野艦名の由来である阿賀野川の流れとそれが流れ込む日本海の白波を表現したものとされているぜ。今回はそんな阿賀野のロゴマークが決定された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、考案者の南原さんはこのロゴマークのデザインに際して考えたコンセプトについては、体の小さいにもかかわらず、
果敢に獲物に立ち向かう習性のある超弦棒を織り込んだとして、護衛艦アガノが勇猛果敢な護衛艦であるよう願いを込めていると説明したんだ。超弦棒とはオサはじめ棒とも表されるハヤブサ科の鳥類で、ネズミや小型の鳥類に昆虫ミミズカエルなどを捕食するぜ。空中でヘリコプターの様に一点に止まるホバリングを行いながら獲物を探し、発見すると体を斜めにしながら急降下して地上で獲物を捕らえることから、艦隊がコンパクトに作られていながら多目的な活躍が期待されているアガノとのイメージが重なるとされているってわけだ。アガノを含む最上型護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦として、新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したね。この FFM とは、諸外国の海軍において最上型護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF2、多目的マルチパーポーズ及びキライマインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種となっているんだ。この FFM は、2013年12月に公表された、2014年年度平成26年度から2018年度平成30年度までの自衛隊の国防計画である、中期防衛力整備計画26中期防によって建造計画の構想が進み、一番艦の建造が平成30年度予算において承認されたため、30FFM とも呼ばれているよ。この FFM が誕生した理由には、これまでは中国沿岸のみの活動であった中国海軍が、近年は東シナ海や南シナ海だけでなく太平洋方面にまで海洋進出を企てていることが挙げられていて、海上自衛隊の護衛艦隊による警戒監視活動や情報収集活動の任務が増大していることに加え、旧式となった護衛艦の退役を補う必要があることから、多様な任務への対応能力が向上されて艦隊のコンパクト化と消費と化を両立させた新型艦艇が必要となったためで、海上自衛隊では護衛艦隊に所属しない形で行動可能な護衛隊をこれまでの5個から6個に増強するためとされているみたい。今のところ 30FFM は12隻の建造が計画されていて、3月にアガノが就役すれば6隻目となり、現在7番艦に淀と8番艦湧別の建造が進められているな。実はこの最上型護衛艦は当初22隻の建造が計画されていたのであるが、最上型の建造が12隻のみで止まることになったため、その代わりとして新型 FFM を12隻建造することになったぜ。最上型と新型 FFM の大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS 日本ではの数が、最上型では16セルとされ後日搭載装備とされているのに、対して新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって VLS 発射装置は倍増の32機が搭載されることとなり、もはやフリゲートの範疇を大きく超えているんだ。最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載によって7万馬力を発揮し、最大速力は30ノットが可能なんだって。一方で新型 FFM は、基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機 VLS32 セル1機シーラム1機の他に、324メートル3連装単魚雷発射艦2機に、17式艦対艦誘導弾4連装発射塔2機が搭載され、SH60 系ヘリコプター1機が艦載されるなど、VLS の数が2倍となっている他は最上型と同じ兵装だな。陸海空のみ自衛隊における部隊や護衛艦のロゴマークは、ワッペンやステッカーから、
マグカップ T シャツキーホルダータオルなどにプリントされて一般に販売されており、様々なネット通販では人気ランキングなども発表されているね。それらの中で人気が高いのは空母化改装が進められていて話題になることが多い出雲型護衛艦の出雲や加賀がダントツで、ついで8隻のイージス艦や双竜型及び太平型通常動力潜水艦、そして最新鋭フリゲート艦の最上型の各艦に人気が集まっているとされているんだ。護衛艦出雲のロゴマークは、出雲神話でヤマトタケルノミコトがヤマタノオロチを退治した時に、大蛇の体内から発見されたと伝えられる天の村雲の剣、別名を、草薙の剣と、ヤマタノオロチがデザインされているよ。これは圧倒的な力を抑え込むさらなる強力な存在というイメージを表現しているとされ、隠し要素として円形に書かれている赤いヤマタノオロチは日の丸のイメージも盛り込んであるというな。また護衛艦加賀は艦名の由来となった加賀藩石川県の名産品である金箔と、染め物で有名な加賀友禅の文様をイメージとして日本的な華やかなデザインとなっているぜ。黒地の背景に四季の花々梅桜ボタン気境コスモスと海鳥が飛び立つヘリコプターのイメージで書かれていて、四季花々の花言葉は忠実、優れた教育、思いやり、誠実、調和とされ、これらが自衛官の心構えとして表現されているらしい。海上自衛隊では護衛艦や潜水艦のロゴマークを公募することが通例となっていて、護衛艦の偽装工事中にロゴマークの公募が発表されて、その応募作品を収益後に乗組員となる偽装員が選考して、艦長となる偽装委員長が決定するパターンが多いんだ。また、ロゴマークは円形のものが多い中で、四角形や輪郭のないものなど様々あり、最上型護衛艦3番艦の能代のロゴマークは、最上護衛艦では乗組員に対してクルー制が導入される予定となっていて、能代のロゴマークはチームの意味が込められたエンブレム型となっているよ。ちなみにこのクルー制とは、平成31年度2019年度の30大綱に基づいて、最上型護衛艦において導入が予定されている制度で、防衛省によると3隻の最上型護衛艦に対して4組の上組クルーを配備し、3組が常時乗艦してその間残りの1組を休養や地上訓練に充てることで、艦船の検査修理期間以外に港に停泊している期間を短縮して、全艦艇の運用効率を向上させることを目的としているぜ。乗組員の統率が困難となる可能性があることや、三艦各艦の偽装上の細かい差異などがある場合では、艦艇の全力を発揮することが可能な状態を維持できるかどうかについて疑問視されている一方で、常に艦艇を稼働状態に置くことが可能となるため、稼働席数を確保するという観点からは有効であろうと評価されているな。これは同じクラスのこれまでの護衛艦がと比べて、最上型護衛艦の乗員数が大きく精進化されていることから発案されたものであるが、アメリカ海軍においても長期勤務となる戦略ミサイル原子力潜水艦などではこのクルー制が採用されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、
空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習公開ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習公開は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら岸に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。
上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートすると言っても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。